よーい。さあ頑張って走れ。さあみんなで頑張って走ってくださいね。頑張れ。最後の力を振り絞って。オレンジの T シャツのカレーか、そして白い T シャツのカレーがちょっとつまずいちゃったかな。頑張っていただきましょう。さあどうなんだ、オレンジのカレーはなかなか早い感じでは進んでますか。黒のカレーも追いついてきてますよ。そして白い T シャツの彼もね、いい感じですね。でもオレンジが早いかな、やっぱ2歩3歩と引導リードしてる感じで、まもなくゴール。女の子じゃないですか。女の子ですかね。女の子じゃないかな。女の子ですかね。女の子か。早かった。見慣れでしたね。大輔くんかな、誰か捕まえられますか。はいはいはい。オレンジの方お話聞いてます。オレンジ、女の子ですよね。女の子ですか。女の子です。おお、すごい。女の子です。遅い。そうなんですね。めちゃくちゃ遅かったです。 ABC 全部使ってるんですが、なかなか A ゾーンが流行ってないですか。あ、そうですかね。ゾーンが近いのかな。いや、C ゾーンが早いのかもしれないですね。今、あの、お話しさせてくださった女の子が早い、頑張ってますよ。本当です。ゾンビのように、まさにゾンビのように進んでおります。まもなく1位は決まるかな。白い T シャツの方が1位ですね。で、2位がゾーンかな。B ゾーンかな。はい。頑張れ。さっきね、お話しさせてください。カメラから来てくださった女の子もね、惜しかったですね。3位かな。惜しかったです。本当に守ってるね。何を守ると意味が分かる。ゾンビのように守れてる。守れてる。さあ走っていきます。顔出しさんどうなった。どうだった。早々にちょっと気になりましたね。あ、でも興味の方はね、やっぱり早い方早いですね。シーゾーンの白いシーゾーンの方早いですね。さあ横からスタッフがバンバンガタシャワー。はい、1位おめでとうございます。ありがとうございます。2位は B ゾーン。あ、A ゾーンですね。 A ゾーンかな。C が2位ですね。3位が、はい、A かな、はい、ということでございました。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、そして先ほど行われたザ・ガタリンピック、はい、1位の 4名チームがですね、表彰に来てないということで、はい、ぜひ栄光の1位の賞品を受け取りにお願いいたします。来てください。 25m 自由形男子2チーム目、よーい。さあ、若干フライングがありました。スタートしました。いや、緑の T シャツの彼がダントツ速くないですか。速い。 B ゾーン。 B ゾーン、青い T シャツか。青い T シャツの彼ですね。はい、速いですね。足上げ、もまが速いです。いや、でも白い T シャツの、でも、真ん中だ。右の真ん中のあたりが速くなかったですか。C ゾーン、ね、B ゾーンの、はい、あの筋肉がもう筋肉がすごい方がいらっしゃる、はい、彼かな。ファイター並みの筋肉を持ってる方がいらっしゃる。どっちですかね。ちょっと現場じゃないと分かりづらいですね。1位はどっちだろう。赤ちゃん、大輔くん教えてください。あ、それにしてもなんか男性となるとやっぱりゴールまでの時間が短い。35回の鹿島ガタリンピック 25m 自由形がラストの競技でございます。さあ B ゾーン、 C ゾーン、 A ゾーンそれぞれ走ってるのが、今回は A ゾーンの白い T シャツが速いのか、 C ゾーンの緑の T シャツ、いや横から黒い T シャツの方が抜いてきた。さあ黒い T シャツが1位。素晴らしい。早かった。あ、途中から一気のごぼう抜きでした。はい、それぞれね、 C ゾーンでもレッドキートといいますか、もうね、戦いがあったのも良かったですね。そうですね、うん、やっぱ25メートル
ゾーンでだいぶ差がある。 A ゾーンはやっぱ総じて C はみんなスッと上がるけど、 A はもうひでえもんやわ。スタートして3メートルぐらい止まってますね。戻った方が早いって言われる。あれダメだ。いかがだったでしょうか。鹿島カタリンピック最後の優勝者に話を聞きたいと思います。聞けますか。はい、はい、今来てもらってます。最後の踊り1ということで、もうものすごいんだよ、ありがとうございます。進まんやった今日どこに来られたんですか。神奈川から。神奈川、神奈川、神奈川県、神奈川県ですね。神奈川、素晴らしいですね。最後の踊り しっかり優勝を飾れたんで、戦いがあったじゃないですか。本当ですね、まさか優勝できると思ってない。本当ですね、神奈川から来られてありがとうございます。優勝ですよね。カタリンピックに出ようと思って神奈川からいらしてくださったんですか。なんか今会社で研修に探してて、はいはい、せっかくいるなら面白いことやりたいなと。あ、なるほど、タイミングよくこちらにいらしてたからですね。足を運んでいただいたんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。研修の余暇にもね。いや本当ですね、まあ、できれば来年はプライベートでガタリンピックに、ね、来ていただけると嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ奥様からも参加連れてですね、はい、いただければ。おめでとうございました。ありがとうございました。